愛知県産業労働センターは愛知県名古屋市中村区名駅にある複合施設である2009年10月1日オープン愛称はウィンク愛知この施設は愛知県産業防衛機関と愛知県中小企業センター愛知県勤労会館の老朽化のため中小企業センター跡地に建設された複合施設で代償ホールや展示場会議室など 各施設の機能を集約している。なお、愛知県中小企業センターは2006年3月31日閉鎖され、愛知県産業防衛機関も2009年9月30日をもって閉鎖された。愛知県近道会館は2010年3月をもって閉鎖後に建物を名古屋市に譲として耐震補強、存続の予定であったが、存続が確定しないまま閉館している。 この事業は PFI 方式で実施され設計、建設を三菱 HC キャピタル及び竹中工務店、日本管財で設立された特別目的会社 ILAC IH 愛愛が行っている。その後も指定管理者として2009年10月1日から2039年9月30日までの30年間管理、運営を行うこととなっている。相称は 一般公募されたものでの頭文字を取ったものである。南側に名古屋クロスコートタワーが隣接し地下道で接続する。名古屋駅から名駅地下街、サンロード、ミッドランドスクエア、丸系観光ビル、名古屋クロスコートタワーを経由することで地下道のみでアクセスできる。ありがとうございます。